はい、こんにちは、勝俣博物館です。さあ今日はこちら、金色のガッシュベルサウンドギミックロッド電撃ガッシュ棒ということで、2003年メイドインチャイナ、当時のお値段は1500円でございます。はい、こちらね、あのおもちゃ屋さんで新品未開封を1500円で購入してきました。口が開く呪文サウンドが鳴るということで、ボタンを押すと清丸のセリフに続いて呪文サウンドが発動ということで、めっちゃいいね。で、赤いマホン別売りのやつね、俺が博物館にあるやつ持ってるやつで、電撃ガッシュ棒の音を使って別売りの赤いマホンで呪文を出すことができるぞということで、まあ人間の声に反応するマホンなんでね、機械の音にも反応するということで、見ていきたいと思います。さあ、すごいよ、新品未開封だからね。おお、めっちゃ綺麗、超綺麗。これ俺が一番嫌いなやつ、この後ろのこれ、もう開けるのめっちゃ手間なやつ。切っちゃおうかな、針金。切れた。よし、電池は、あ、ドライバーがね、うわ、めっちゃいい。ほら見て、目が白くなるこの再現度。ガッシュザガルダーっていう、なんかでも雷が出るちょっとギミックっていうか、ちょっとペロンぐらいでいいから欲しかったかもな。まあでも音でね、それはなんとかなってるかもしれない。じゃあちょっと電池入れてみたいと思います。さあということで、電池を入れました。電源入れてみましょう。ネジ締めるのめんどくさいからそのまんまだけど、単4、2本いきます。クソガッシュザゲル、いいね、やっぱりその通りだ。ザゲル4種類のうちいずれかが鳴るぞ、だからまだ今ザケルしか使えないんだ。スイケルド、あ、いいね。ザケル、ザケル、スイケルド、ザケル、めっちゃザケルしか打たないじゃん、ガッシュ全然レベル上がってくんないじゃん。ザケル、ラシルド、ザケル、あ、なんでなんでなんでラシルドしたのにザケル打っちゃったの、連続で。ラシルド、もういいね、守った守った。さあ、バオザケルガがあるんだけど、それが出ないね。やっぱなかなか出ないようになってるのかもね。ザケル、ザケル、バオザケルガ出た。でもちょっとザケルより最後の効果音がでかいだけだね。ザケル、ザケル、ドゴーン。この文字だとドシューンって書いてあるんだよ。これだとドシューンなんだけど、ザケル、ドシューンらしいです。スイケルド、ブインブインだと。ザケル、ザケル、スイケルド、ザケ、ザケ、ラシルド。これがズガガガガガなんだね。ザケ、ザケ、ラシル、ザケル、ザケ、バオザケルガ。ちょっと長いよね。ジュシュー、ザケル、ザケル、スイケルド、ザケル。まあ面白いけどね、これ面白いけど、確かに当時1500円で売ってても買わないかもしれない。今だから1500円で買うけど、これ20年前だよね。もう2003年だから約20年前だけど、なかなか、まあ面白いけどね、すごいいい、いいおもちゃだけど、まあどうだろう。まあ、まあ今本当に無限、まあでも遊べるけどな。うん、最近子供は分かんないからね、ガッシュねさあということで、赤い魔法とね、本当は連動するらしいですけど、まあでも赤い魔法は自分の声でもね反応するから。でもこのバランスの調整すごいね。バオザケルガがいっぱい出るってなっちゃうとちょっとおかしいから、魔力が足りなくなっちゃうからね。やっぱバオザケルがちょっと少なめで、ザケル多め、ラシルドはちょっと少なめ、ジケルドはまあまあみたいな。ザケル、ザケル、うん、
このザケルめっちゃ多いのいいけどね。さあということで他にもあったのかな、これガッシュ棒って書いてあるからでもガッシュしかないのかな。ということで電撃ガッシュ棒でございました。